朝、エリザベスはアリスに電話をかけて、ちょっとだけアベルの遺物を借りてもいいかと聞いた。最初は嫌だったが、エリザベスに慰められたり、甘えられたり、説得されて、アリスはようやく同意した。アリスの家に着いたとき、アリスはもう家の前にソフィーたちを待っている。どんよりした空で、その色白の肌はさらに青白く見えた。ソフィーとミシェルは家に入って、役に立つ遺物を探した。エリザベスは玄関でアリスと話した。必ず返してください。もちろん返しますよ。安心してください。これ以上、アベルを失いたくない。フェロンの奴はきっと君たちに、遺物をフェロンにあげると言うから。アリスさん、実は、フェロンさんはアベルさんのことを大切な人として見ているのを、知っていますよね。うん、全部、ずっと前から知っている。でも何も言わなかったのですか。わざわざ言う必要がある。あの時、フェロンは信頼できる人なのかどうかはまだ確認できなかったから。結局、頼りになる人じゃないことが分かった。フェロンさんのことを憎んでいる理由は、彼が手伝えなかったからだけではなく、彼は、いいえ、たとえアベルにどんな感情を抱こうが、フェロンがアベルを救えなくて、アベルが死んだことは変わらない事実だ。あいつ、悔しいと思ったことはないのか？アベルがそんなに？アリスは自分の口を止めた。言えば言うほど、心がもっと傷つくだけだから。フェロンさんにはきっと自分の理由がありますよ。きっと、アリスさんと同じくらい、アベルさんのことで悲しみますよ。午後、フェロンさんに会いに行きます。その時、彼が考えていることはわかるようになりますから。それを聞いてから、アリスさんは考え直すかもしれませんよ。さあね。ちょうど、ソフィーとミシェルはアリスの家から出た。たくさんではなく、アベルの日記と死亡証明書だけを取った。アリスが一目確認したら勤めに出た。エリザベスが後ろに声を上げてディナーに誘ったが、アリスは答えなかった。聞こえなかったかな。じゃ今朝は何をする？墓地へ行きたい。何か手がかりがあるかも。宿でもらった地図を持っている。今すぐ行こう。途中でどうやってフェロンを私たちに協力するように説得するか、そしてどんな情報を聞き出すか、それを考えよう。アベルさんの生活習慣、なんでフェルソンさんはアベルさんの能力を知ったのか、フェルソン夫人のこと、フェロンさんはどれほど知っているのか、この件とアベルさんに対してのフェロンさんの態度、半年前何が起こったか、なんでもっと早くアベルさんを助けられなかったか、そして。アリスに連絡したフェロンの本来の計画。そして、彼が協力するなら、これからどうするべきか。彼から儀式とフェルソンについての情報が手に入れられる。最も理想的なのは、彼が2階の書斎と地下室のドアを開けること。もし、逃走になったら、フェロンはフェルソンから時間が稼げる。物を使い切るのが上手だね。墓地についてアベルの墓の位置を聞いてからそこに向かった。3人は墓碑の前に立ち、その上にある写真を見た。その黒髪の少年はちょうど青春の森の年頃だ。写真の中にいる彼はまるで綺麗に咲いた花のように永遠に最も美しい瞬間にとどまった。しかし、アベルが死んだ時、きっとその写真に写った活気があって若々しくて華やかな姿はしていなかった。そう思うと心が痛んで、3人には嘆きしかない。ソフィーはしゃがんで墓の泥を取って手のひらに持った。誰かがここで泣いた。これは涙を宿し泥だ。アリスさんだ。ここにいますか？その感情を教えてくれませんか？そう言いながら、ソフィーは泥を撒き、手を伸ばしてアベルの写真を触った。彼女は眉を潜めて、墓碑を触った。彼の亡霊はここにいない。写真には、幸せな感覚がある。墓碑には何もない。前使った魔法をここで使える。ここは墓地なんだよ。きっと魂がいっぱい検索できる。それだけで、アベルの亡霊はここにいるかいないか、確認できない。ミシェル、手がかりがあるって、どういうこと？アベルと取引をしたのは悪魔だ。
悪魔についての情報、例えばその名前、を探してみたい。時間が経った後にアベルは死んだ。つまり儀式を行ってからすぐ代償を払うわけじゃない。戦地を連れ出すだけでは足りないということだ。戦地はいつか代償を払わなければならないから、戦地がこれで死ぬことも免れなければいけない。取引の相手はどの悪魔なのかを知ったら、知り合いに代償について交渉することを手伝ってもらえる。そこまで考えたか？そうだね、ここに悪魔の痕跡があるかも。ミシェルはカバンから1本の黒いろうそく、12本の銀の針と、縁に文字が刻まれた銀の皿を取り出した。ソフィーとエリザベスには見えた、皿に刻まれた2種類の文字が。外側の円に刻まれたのはアルファベットで、内側の円に刻まれたのはあらゆる元素ともののシンボル。ミシェルはろうそくを皿の上に立てて、針を上から下まで螺旋状にろうそくに刺した。火をつけて、カバンから1枚の紙を取って、その上にアベルの名前と誕生日と記述を書いて、ろうそくの火で燃やした。針が落ちた時現像を観察する。一般的な状況ならそうする。それで普通の幽霊の姿は見えるが、悪魔はそう簡単に現れない。悪魔にそんなに警戒されないように、今使ったのはヤギの角の粉とヤギの血を足したブラックキャンドルだ。悪魔についての情報を染め付けられた針が落ちるとき、針はその情報に対応する字を指す。すごい、マジすごい。このキャンドルを燃やしてしまうにはちょっと時間がかかるから、フェルソン夫人のお墓を探そう。エリザベスは墓守に取り入ってからすぐ、フェルソン家族の人は全員、墓地のある鍵がかかったエリアに葬られていることを知った。鍵を持っているのは、墓守とフェルソン家の人だけ。フェルソン夫人のことを聞いたら、フェロンの母親はやっぱり、1年半くらい前、癌で亡くなっていた。3人は墓地の一番奥にあるフェルソン家の私人エリアへ行った。そこは誰にも見られない静かなところだ。3人は周りを調べたが、柵以外の入り口が見つけられなかった。鍵を盗もうか。でなければ、フェロンを待つしかない。エリザベスは柵に近寄ってよく観察した。ちょっと待って、ソフィー、カバンを持ってくれない。ちょっとやってみる。気をつけて。大丈夫だ、多分。周りを見て、エリザベスは隣の石の壁から突起しているレンガを掴んで、壁に張り付いた。敏捷な動きで、すぐ壁を乗り越えた。幸いなことに、柵に使われたのは南京錠ではなく、缶抜き錠だ。柵の向こうで鍵を外して、外にいる二人を中に入らせて、また鍵をかけた。フェルソン夫人の墓はとても目に立つ、一番新しい白い石の墓碑だ。ソフィーは手を墓碑に置いた。ここにいる。そう言って、彼女は墓の前にひざまずいて一つの小さな袋と一つの黄銅のベルを取り出した。それを見て、ミシェルはその袋を持って、開けてみた。中にあるものを取ってみた。それは、呪文が刻まれた小石だ。でもソフィーが前に使った石とはちょっと違っている。これは、幽霊と交流するときだけ使うものだ。自分で作ったのか？小さい頃、母が教えてくれた。これは、一具目で、唯一の一具だ。驚嘆したミシェルは袋をソフィーに返した。ソフィーはベルで墓碑を叩いて、目を閉じて囁きながら、袋から小石を5つ取った。小石を五芒星に並べて、目を開けた。何を聞いた？まずは身分を確認する、確かにフェルソン夫人だ。ソフィーは小石を取り戻した。そして、目を閉じる、質問する、小石をランダムに取る、この一連の動きを繰り返した。ミシェルは隣に座って、エリザベスのためにその交流を翻訳してあげた。アベルインノースをご存知ですか？はい、良い、子供。あなた様とご一緒におられますか？いいえ、見ること、ない。アベル様はどういうお方ですか？哀れな、良い、子供。アベル様は、あなた様のご子息との間に何がありましたか？我が子、無意識、あの子、悪魔にあげた。どうやって？私が、恋しい、我が子、良い。アベル様は、あんた様とお話をなさりましたか？アベルは、橋。私たちに協力していただけませんか？いいえ、悔しい。ありがとうございます、奥様。
ソフィーはもう一度ベルで墓碑を叩いた。物を片付けて立ち上がった。ガンで亡くなった母のことを思っているフェロンさんに、アベルさんはその亡霊と話せると提案した。そしてフェロンはフェルソンにこの件について話した。よかった。墓地に来たらこんなにたくさんのことが分かった。じゃあアベルの墓に戻ろう。そして宿に帰ってフェロンを待つ。うん。アベルの墓に戻った時、ろうそくの火はもう消えていた。金属と燻製の煙の匂いが空気に満ちた。銀の針は皿に落ち、シンボルとアルファベットをいくつか刺した。ソフィーとミシェルがそれに近寄って確認した。知識、目、文字、英知。このアルファベットをどのように並べればいいのか？わからない。一応ノートをしておこう。後で専門家に聞くために電話をするから。宿に着いた時、雪は降り始めた。ソフィーとエリザベスは昼ご飯とフェロンを待っている一方、ミシェルは隣で電話をしている。はい、ザカリア、ちょっと聞きたいことがあってね。これだけの情報だが、何か心当たりはないか。うん、わかったら電話をしてくれ。ありがとうな。友人が手伝うから、できるだけ早く答えてくれたらいいな。何時に着くか、フェロンさんは言わなかった。午後着くと言っただけ、確実な時間は言わなかった。めっちゃ緊張する。大丈夫だから落ち着いて。知っていることを言うだけだよ。私たちに協力しなくてもエリザベスのせいじゃないからね。ふう。エリザベスは手を揉んで、手に温かい息を吹きかけた。ランチを運んできた後は自分の用事に没頭した亭主。三人がご飯を食べる途中で、外は真っ白になった。そんなに多く降らないといいね。雪が積もったら、列車だろうが車だろうが走れなくて、私たちは逃げられなくなる。フェロンさんが来ることを、フェルソンさんが知ってこっちに来たらどうするだろう。フェロンは多分目に立たないように行動する。もしフェルソンに気づかれたら、フェロンを知らないと言ってもいいでしょう。フェロンが僕たちに協力しているかしてないか、必ずしも確認できるとは限らないし。この時、誰かが宿のドアを開けた。外の雪が降る音とともに、小さな雪の花は宿に吹き込まれた。両手をポケットに入れている青年が玄関に立つ。雪はその消し墨色の服に色のグラデーションをつけた。ウールスカーフはその顔の下半分を隠した。その心を深く秘める、憂鬱な緑の瞳だけを露出している。彼はまさに、アリスの家の写真に写った赤髪の青年だ。はじめまして、フェルソンさん。どうぞお座りになってください。お父様の手のものはここにおられません。これだけで、フェルソンさんは安心して、僕たちのそばに座れるでしょう。ここはお父様の天下ですから、もし私たちがお父様の手のものでしたら、嘘をついてまであなたを油断させる必要はないでしょう。フェロンは身に落ちた雪を払ってテーブルの向かい側に座った。腕を組んで3人を警戒した。何のつもり？お父様がなさっていることを止めたいと思います。アベルさんが死んだ後、お父様はまた人を騙して戦地にさせました。お父様を止めないと、あの方はアベルさんのように死ぬだけですから。この距離だからこそ、三人には見えた、腫れて、充血したフェロンの目が。他の人のことは知りません。この町に帰ってきたのは、アベルのためだけです。関係ありません。行動が一致しているだけでいいです。あなたたちが俺を邪魔しないと信じる理由は何ですか？ここのことを調べましたから、いろいろ知っています。例えば、アベルさんは特別な能力を持っていたことも、お父様の儀式がアベルさんを殺したことも、この状況に対して、見苦しいと思います。故に、同じ目標を持っていると思います。私たちなりの調べ方で、あなたが知らないかもしれないことを知っています。フェロンは笑った。もちろん、あなたに聞きたいことがあります。私たちの能力と情報はお互いを相補するということです。
これは私たちに協力することであなたが得られるメリットです。アベルさんの特別な能力をご存知でしたら、解力乱心を信じていらっしゃいると思います。私には見えました、あなたのアベルさんを見た悪夢を。列車でアベルさんはあなたの向こうに座っていました。アベルさんはあなたに微笑んでその名を呼んでいました。アベルさんに触れようとすると彼は列車の外の風と一緒に消え、もういい。フェロンはソフィーの話を中断した。体を前に曲げて手は必死に肘掛けをつかんだ。フェロンはソフィーを見つめて、なんでその悪夢を知っているか考えている。しばらくして落ち着いた彼は椅子の座面に寄りかかった。あなたたち、アベルのように特別な能力を持っています。そう理解していただいても構いません。では何を知っていますか？儀式の真実、そして全ての隠喩。あなたに霊道とお言葉を交わさせるためにアベルさんはその能力を使いました。そしてこの件をお父様に伝えたから、フェルソンさんはアベルさんを雇ってフェルソンのお邸で儀式を行わせました。儀式で悪魔と取引をして悪魔に接触し続けたアベルさんはだんだん狂気に飲み込まれました。この件を知ったあなたはアベルさんを助けたが、結局フェルソンさんが止められませんでした。そして追い出されたあなたは今やっとこの町に帰ってきました。この期間アベルさんは死ぬまでずっと儀式を行い続けた。それからフェルソンさんはアリスさんを狙いました。アリス？アベルさんと違ってアリスさんはうまく儀式を行えないからアベルさんと同じ結末に至らなかったが、フェルソンさんにひどいことをされました。あいつ、俺は？肘掛けをつかむ手に力を入れられなくなり、フェロンの両手は顎に当てて少しずつ上へ押して、大脳に指を紙に入れて頭を抱えた。今ならまだ間に合います。少なくともあの儀式の部屋に閉じ込められた男が助けられます。それにアリスさんに償いができます。僕たちと組みましょう。俺はアベルを助けに来たのに、アベルは死んだ、アリスは狙われた。なんで？もっと早く戻ってこなかった。アベルたちが受難しているとき、俺は何もできなかった。そう言うなら、彼らが受難しているとき、誰も彼らを助けなかった、でしょう。だからこそ、私たちは助けるんですよ。アリスさんは私に言いました。あなたが全てを捨てて逃げたと。今その話を聞いて、あなたはアリスさんが言ったような、無責任な人じゃないと思います。アベルさんが死んで、アリスさんはフェルソンさんをナイフで襲いましたが、失敗しました。だからといって、アリスさんは無責任な人とは言えません。半年前、アベルさんを逃したのはフェロンさんですよね。はい。最後に、アベルさんは連れ戻されました。知っていますよね。それから、フェルソンさんはあなたを外の町に行かせました。そう、あの時、あいつは銃で俺を刺しました。家から出ないと、その場で俺の頭に弾を埋めると。あの時の俺は甘かったです。まだ帰ってきて、アベルを救うチャンスがあると思って。一歩を譲ったら。あの時のあなたはアベルさんのためにそういう行動を取りました。アリスさんもアベルさんのためにそうしました。でも、あなたたちは何も変えられなかったんです。二人ともアベルさんのために何かをしたかったのに、アリスさんはそれを知らないのです。だから、彼女は絶望しました。アベルさんが死んだとしても、その姉はまだ生きています。あなたの友人はまだ生きています。あなた自身を含めて、まだ生きている人のために変えてください。アベルさんはきっと、その様子を見たくないと思いますから。もし、まだアベルさんのために何かをしたいなら、この状況を変えて、すべてを止めてください。それに、アベルさんの死はこの事件の終わりじゃありません。フェルソンさんの報いこそ、この事件の終わりです。フェルソンがその報いを受けたとき、アベルさんの亡霊は安息できます。そう思っているでしょう。あなたは、アベルさんを失った悲しみと自責をお父様への憎しみに変えました。あの人へ復讐することだけが、あなたのアベルさんへの謝罪文になります。そうです。たとえ、それは俺の父親だとしても、許せないです。
では、今どうするつもりですか？フェロンは話そうとするとき、外から車の音が聞こえた。あいつだ、俺の番号だ、またメッセージで連絡する。うん、フェロンは3人に1枚の紙切れを渡した。ミシェルはすぐそれを手にした。袖に隠すや否や、誰かが宿に入った。アルベルトとその執事だ。フェロン、なんでここに？アルベルトは微笑みながらそう言った。息子の嫌いは彼にとって大きなサプライズであるかのように。フェロンは眉を潜めていたが、アルベルトを見る瞬間、その顔は喜びに満ちた。この二人は本当に血のつながりがある親子だと認めなければいけない三人。せっかくの冬休みなんですから、俺はもう特進したから会いに参りました。謝りに帰りました、父上。アルベルトはソフィーたちを一別して、フェロンを一別して、その話を続けなかった。あなた様がここにいらっしゃるとは思いませんでしたね。このお方はちょうどここで昼ご飯を食べている見知らぬ私たちとちょっと雑談しました。まさかフェルソンさんのご子息とは。はい、ずっと外の大学で勉強しておる具足でございます。休みにわざわざ町に戻って私にサプライズを用意してくれるほどいいことは思いませんでした。今具足との時間を楽しむので先に失礼いたします。ではまた今夜。また今夜。アルベルトは礼儀正しく微笑みながら宿から出た。フェロンはソフィーたち3人を全然見ないままその後ろをついていった。うん、あなたに教えたいだけです。彼はあなたと同じくらいアベルさんのことを大事にしていますから。今でもフェロンさんからの連絡を待っています。儀式の後でまたフェロンさんとこれからの計画を相談します。そんなことはないですよ、きっと手伝えるから。本当にありがとうございます。計画を決め次第あなたに連絡します。お大事にしてください。それでは。エリザベスは電話を切った。どう？もし彼女にできることがあったら必ず声をかけると。それだけ。エリザベスはきっとアリスの話を美化して圧縮したとソフィーは分かっている。ミシェルは部屋の外でノックした。もういいか？準備できた。そろそろ出発するわ。まだ時間が少しある。話したいことがある。新しい情報？昨日の晩言うべきだったが、他のことで頭がいっぱいで忘れたけど、フェルソンはもう一つの魔法を持っている。それは人の願いが聞こえるようになる魔法だ。それで戦地は視聴覚ホールの人の悩みを知って悪魔に聞けるということ。そう、だから今夜実験をしてみたい。僕たち3人質問を一つだけ考える。悪魔はこっちの質問に答えないかもしれないが、やってみる価値があると思う。どうせ戦地には何かを言わなければならないから、このチャンスをつかんでこっちに有利なことを言わせるんだ。じゃあどんな質問を考えるの？どうすればいい？ある点に焦点を当てて考えるのはどう？例えばどうやって儀式の部屋に着く？フェルソンは私たちと一緒に答えを聞くから。それを聞いて誰かが儀式の部屋に入りたいとわかることになるじゃない。情報を得ると同時にフェルソンさんに気づかれないようにしないとね。あなたは私たちをどうしたい？どう？あなたって悪魔のこと？うん、悪魔に騙されるのを心配するなら刑事と対立した行動をとる。いい考えでしょう。悪魔は僕たちを騙さないと思うが、悪魔はビジネスマンだから。戦地に価値がある情報を教えるから、戦地はその魔法を使い続けて供物と信徒が引きつけられるから。やはりその問題だ。フェルソンは聞いている。それに悪魔が私たちにやらせたいことは私たちがやらなければならないことと同じこととは限らない。ちゃんと準備をしている。私たちはどうなる？それいけるかも。じゃあこの質問だけを考える。そしてどれが悪魔に答えられるか試してみるか。やってみよう。どんな展開になるか誰もわからないから。ソフィー、もう一度占いをしてみない？いいでしょう。ソフィーはもう一度占いをした。鍵、嘘、ピエロ、猛獣。今夜のことを暗示したかな。
じゃあどんなことなのか確かめに行こう。3人は視聴覚ホールに入った。アルベルトは中で客の着席を待っている。フェロンはその隣にいる。彼は普通にその3人を見てからまた視線をそらした。先日と同じ、明かりは消える、儀式は始まる。センチはまだ縛られたまま充血した目を見張った。血は目の周りの傷からこぼれて、まるで血の涙のようだ。